腹減った。あ、こんばんは、りなこさんいらっしゃい。こんばんは。うん、あ、ありがとう、風船ショックありがとう。ありがとう。久しぶりかな。3日ぶりぐらい。ご飯食べよ。知らないってことはあれだね、3日4日ぶりだね。ブルーいい、ナイス、俺も気に入ってる。はい、ワードツ。戻してないよ。なんで？だからもう何ヶ月も経ってる。もう無理だよ。2ヶ月ぐらい経ってるでしょ。3ヶ月ぐらい。もうより戻んないと思うよ。1月とかだよ。はい、こんばんは。リコさんいらっしゃい。のりこのりこ。もうだってずっと今年入ってから全然遊びに来てないじゃん。ケピーありがとう。もうだいぶ経つよ。コンビニに行きますね。体の張りがなくなってるな。トレーニングがやばい。体が張ってない。歩くとわかる。ああ、ありがとう。延長代ありがとう。サンキュー。髪かっこいい。ありがとう。ブルーです。ありがとう。寒いね、今日はね。ありがとう。ありがとう。ハートナイス。めっちゃ寒い今日外。お腹すいたな。おとくみちゃん、おとくみちゃん誰だろう。お
男人さんが誰だか分かんないな。すごい、なんかいっぱい買った。おにぎりとつけ麺とビーフシチュー買った。おにぎり、つけ麺、ビーフシチュー、あと焼き鳥、つけ麺に入れる焼き鳥。完璧、パーフェクト。よくわからないパーフェクトが出来上がる。ビッグマックいいね。美味しいよね、ビッグマック。バカありがとう。彼女欲しいな。コンビニの菓子パン、菓子パン最近食べなくなったな。マジで、え、りなこちゃん彼女に立候補してくれんの？じゃあ LINE 待ってるわ、うん、おやすみりこちゃん、おやすみ、ありがとう。嘘、りなこちゃん、じゃあ LINE 待ってるわ。写メとプロフィール送っといて。写メとあの長文プロフィール待ってるわ。彼女募集枠やろう。ワドワングランプリ。うん、写メとプロフィールと意気込みを書いてください、うん、待ってます。意気込み欄が一番大事だからね。あといかに自分が気違いなのかっていうエピソードも重要。ワドリスナーは気違いじゃないとダメだから。あとチャームポイントとかいっぱい書いて送って。あと俺のことがいかに好きなのかっていうのも大事だね。どれくらい俺のことを愛してるのかとか。うん、あ、楽しい時間過ごした、いいね。どこ住みとかも重要だね。あとね、うん、気違いレベルは重要でしょう。和道の彼女は二代目のんちゃんゴンですと、二代目のりこコンテスト開催しよう。ベリーファーってなんだろう。ベリーファー、やべえ、頭いいかもしんない。かしこ、かしこだ。俺よりかしこはダメだよ。
ポンコツを募集してるから。俺より賢いやつだと思う。リナコさん早くプロフィール送って、シャメとも持ってるシャメ送って、早く。中突町やろ、彼女も中突町やろうね、後で。ボイル7分、7分か、長えな。長えな。これが6分半、6分半。カリカリ、カリカリって何？うん、英語好きなんだ。じゃあご飯食べ終わったら彼女募集とつまちやろう。そうしよう。ノリコを決めよう。ライン早く、早くライン、早く。遅い、早く。お腹すいた。忘れた。ガーリック入れようかな。そう、ひと手間かかるけど、ガーリックやっぱ、どうなんだろう。ニンニクチップ、これでいいか。あれ一ついらない。
大丈夫ですよ。もう2ヶ月経ったから新しい彼女作ってもいいよね。大丈夫だよね。もういいよね。いや、レトルトだよ。カタリストいらっしゃい。レトルト、レトルト。二代目のりこグランプリやろう。二代目のんちゃんを探そう。添加物全部同じ味なんだよね。結局コンビニも何もなんか味の素の味っていうか、最近作ってうまかったのは4時間かけて作ったチャーシューがめちゃくちゃうまかったな。溢れるな。おいおいおい、めっちゃ溢れるな。おい、危ねえな。いや、めっちゃ溢れるじゃん。何これ。ちょ。めっちゃ溢れるな。どうした。どうした。めっちゃ溢れるな。なんだ。今日どうした。味付けの放送が一緒なんだよね。火力下げない。こんな息がいいのなかなかないよ。ちょっと面白いじゃねえ。ちょっと面白いな。当たりレトルトかも。LINE 送った？
ダメでしょ、君遠いでしょ。ダメだよ、俺遠距離ダメだから。ダメだよ、遠距離じゃん。ダメだよ、それ却下だよ。残念だけど俺遠距離否定派じゃん。ダメダメダメ、東京にいないじゃん。ダメだよ、惜しいな、残念。いや、ダメだよ。今東京にいる人じゃないと、やっぱ。そこ大事なポイントだから。惜しかったな、東京だったらね。ビーフシチュー温めてるね。惜しいな。確か。東京住んでたら候補には入ってたよ、それは。一次面接、書類選考採用だったのに、東京に住んでたら。書類選考落ちだよ。惜しいなぁ。そう。惜しかったなぁ。しょうがないね、これはね。これはね、一次面接、二次面接に行くでしょう、それ。やっぱり俺、遠距離恋愛否定派だから。遠距離恋愛否定派だからさ。こればっかりはしょうがないよ。うわ、ブレーカー落ちた。あ、ブレーカー落ちた。ダメだ、レンジ使えねえんだ。ブレーカー落ちたわ。あ、同時調理不可なんだ。マジか。確か。二次試験はエロイプだよ。二次試験エロイプで、三次試験デートで本可能でしょ。通常の流れでしょ。
そう、金のデミグラスソースってうまいのかな。牛肉食べたかったんだよね。牛肉400円したこれ。うまいのかな。400円してまずいわけがないよ。頼むよセブンイレブン。噂に名高い金のシリーズ、金のビーフシュー400円だから、頼むよ。つけ麺ね、うまいんだけど、セブンイレブンつけ麺すげえ頑張ってるんだけどね。チャーシューもう500円していいから、チャーシュー出ねえから、金のチャーシューが出たら家でうまいつけ麺食えるんだけどね。もういいかな。今度はお湯を沸かせる、お湯沸かしに切り替えて、頼むよ。でこいつを揚げておくと、あったかい、まあぬるま湯につけとけ、あ冷めねえか。でこいつを切ったら電子レンジだ。つけ麺、つけ麺、ガーリックニンニクを入れとこう。速攻行こう。腹ペコだよ。ワード配信でジンバルって存在知ったんだけど、あれあると全然違うの。三脚を立てて定点で撮ると手ぶれがなくなるじゃん。で今度雲台って言って動かすやつを使うと、こうぬるーって横に移動したり、わかる？ここにカメラを止めて、こう雲台っていうのをこう動かして動きをつけるの。まずは基本はフィックス、固定カメラ、誰でもそうなんだけど、固定がもう基本中の基本で奥義で、カメラワークっていうのはこう動かすこと、寄ったりで、今度カメラのズームと引き、ズームインズームアウトで、今度そのカメラのセットが乗っかってる台車っていうレールを引いて、台車に乗っかってこう台車を押してもらってフィックスで撮るとか、台車をこう乗せながらずらしたりっていう技、それが全部あの1台でできる、うん、簡単に言うとカメラマンが自由に動ける、だからカメラマンがアクションする時代になったっていうのかな。簡単に言うと無限の可能性っていうか、もう要はどんだけ走ってもどんだけこうやってもブレないの。ドローンみたいに空中に浮いてる絵だから、
酔わない。僕は現場で学んでますね。あの学校とか行ってないです。プロから教わってますね。あの直に。で今度そのジンバルを使い方があるのね。あれを買えば手ぶれがなくなるんだけど、ジンバルワークっていうのが生まれてんの、概念として。ジンバルワークね、そこがでかいかもしんない。それはね、もうジンバル持ってる人にしか語れないから。あとその編集のつなぎ方なんだよね。そこはもう専門的。だからなんだろう、この前も話したんだけど、日本人って日本人が作る最高峰の映像技術って多分 NHK の大河ドラマの、それをタダで見れちゃうっていうのが、だ日本人はね、あの目が肥えすぎてる段階でそれをタダで見れるっていう状況がね、その映像業界が発展しないっていう部分なんだよ。すごい問題がある構造。アメリカみたいにコンテンツに金払うのが当たり前っていう感覚は日本人にはないんだよね。ただで見れて当たり前だから、日本人は。だ電通博報堂が作ったその仕掛けが悪く出てる。だ実写が全然発達しない。まあ普通の人はジンバルっていうかね、お相撲ポケットだっけな、お相撲ポケットミニかな、その YouTuber で今流行ってるやつがあって、 4K の動画が撮れて、さらにミニカメラがついてる、要はあの GoPro みたいなのがついてるっていうのがめちゃめちゃ流行ってるんだよ、 YouTuber の間で。西郷との東宝スタジオ撮ってたけど、すごいセットだった。あ、まあまあ、一番金かけてんのは間違いなくタイガだよね。ソラさんがね、CG のプロだよ、この人。あの、すごい有名な映画の、まあね、ソラさんが自分で語った方がいいと思うけど、この人も映像のプロ。てか、ソラさんあれだよ。映画力貸してよ。あ、だから配信者やっててよかったよね。あの、恵まれてるよね、俺は。さん今もうプロでそれで飯食ってってる人が何人ぐらいいるだろう。20人ぐらいいるよ。ディレクター、プロデューサー、映像作家。やっぱ、あ、いや、ていうかあのカタリスト多分びっくりすると思うよ、この人のプロフィールみたいな。ミュージックビデオとかの先生も、あのミュージックビデオのプロね、人もいるし、いっぱいいる。いろんな人がいっぱいいる。学校の先生だけで2人いるからね、映像の。
有名な映像学校に講師で通ってる人。なんかもともとあれだからね、その映像やってる人から和道さん映画撮った方がいいよって言われたの。和道さんがやってることは多分その配信のリスナーには評価されないって言って、映画やった方がいいってアドバイスをそもそもくれた人が、そのなんつうんだろう、映像業界の人なんだよね。で向いてると思うって言ってくれて、あとテレビのディレクターさんもいるか。業界の人見てるんだよね配信。あのまだ言うはしてないけど、なんで俺の映画に CG がいらないっていうのが分かる。脚本読んでないのに。めちゃめちゃアクション映画だよ。いや、 やりたくないならやりたくないで全然いいんだよ。だから脚本読んでないのに俺の映画に CG いらないっていうのは違うでしょ。あの統合失調症のシーンがあるから、あの世界が崩壊するシーン、あの一つ CG あったらいいなと思うシーンはあったんだよね。そうそう、背景の最後のシーンで部屋がブワーンって壊れたり、うわーって世界がこうなるシーンが欲しいなと思って。世界の崩壊を描きたいんだよね。マジで背景 CG。 でもどうなんだろうな、それを CG でやるのか、それを元の絵を崩す感じでアフターエフェクトでやるのかっていうのがちょっと分かんないからね。CAD 系やってたのかな。へえ、建物系の CG できるんだ、いいな、すげえ。まあ映像見たけどプロだわな。プロだわなっつうか、普通にそれで飯食ってんだもんな。プロだよ、ただのプロだよ。すごいよ、セブンイレブンマジで企業努力すごくて、この袋やぶ、あー、この袋破って水入れるとザルになるんだよね。これはセブンイレブンすごいと思った。この袋に水入れるとザルになって切れるのね。シンゴジラとかね、すごいよね。羨ましいよな。もともと映像やりたかったんですか？破壊のシーンですよね。よし、食べよう。
よう食べよう。俺はモスラ対ゴジラが好きだったな。いや、かーかー、痛い。うー、膝ぶつけた。あー、いって不意打ちが一番効く。あー、いただきます。うー、痛い。ビーフシチュー、つけ麺、おにぎりですね。で、焼き鳥をつけ麺のタレにぶち込むと、これがうまい。あー、これもレンジで温めないといけないのか。建築建設 3D に興味があって、建物パースを CG 作ること。ほうほうほう。モスラ2の話が来た。へえ。あ、ゆこちゃんこんばんは。まあ技術持ってる人は食いっぱぐれないからな。職人さんだよね、いわゆる技術職人。いただきます。食べまー。やっとご飯。いきます。うん、もう、うん、うめえ。バーガーありがとう。それで食えてるってすごいよな。フリーでやってんだ。一番苦労したのって何なんすか、その映画関係とかで。このシーン大変だったみたいな。ビーフシチューうまいけど、なんかつけ麺とビーフシチュー合わねえ。あ、ビーフシチューうめえなこれ。400円、うまっ。あ、これ400円うまいわ。つけ麺に全く合わねえ。
犬屋敷の新宿のシーン。あー、木梨さんのやつだ。休日の再現きついっすよね。え、でも一回使ったデータって、それって範囲、なんつうの、使い回したりできないんですか？映画とかって。なんか、その 3D 系の強みってそこじゃねえのかなとか思うんだけど、一回その組んじゃったセット使ったらダメなのかな？その元データっていうか。そしたらいろいろできるはずなのに、権利がうるせえのかな。まあ多分言わないでやってるんだろうな、業者間のあれだろうから。そうだよね、そこはダマだよね。クライアントにバレないようにそろっと表側だけ変えて、じゃあ仕事なくなっちゃうもんね。ね、言うまでもないよね。映像だってフッテージからね、やるわけだし、そういうなんか財産をうまく運用できる仕組みみたいなのがあったら盛り上がると思うんだけどな。あ、そうなんだ。YouTuber もなんか業者が入ってきてるもんね。明らかに映像のこと理解してるやつは作ってたりするもんね。顔出してないやつでさ、小遣い稼いでんだろうね。でも、あ、CG だと黒巻きですっごい難しいんだよね。あ、CG の色合いと、パースが狂うって言うんだけど、すっごい難しいの。この CG と人間を合わせるのは。だから、
CG の映画って想像すると暗いシーンが多いはずなの。いやいや、実はごまかしてんの。暗くして。明るいところで CG ってあんまり見ないでしょ。多分やっててもハリウッドぐらいだと思うよ。日本人が作る CG 暗いのが多いはずなんだよ。めちゃくちゃ高等技術だ。ごちそうさま。あ、うまかった。コーヒー買ってくるわ。今ピエールタケについて、まあ、ちょっと悲しいかな。ピエールタケが捕まったのちょっとやっぱ悲しいよね。好きだったから、うん、あ、もう見れなくなるなと思ったね。それくらいかな思ったことは。
何やろっかな。ちょっとじゃあパソコンに配信に切り替える。